コルタナ、奴らを振り切れたのか。残念ながら。ブラインドワープしたというのになぜ。コブナントの船はいつだって速かったわ。ライトスピードで操船しているときに機動操縦が制限されてたのよ。探知されなかったはずだ。ええ、でもワープで作った穴を見逃すはずはないわ。惑星の裏側で待ち構えてたのよ。それで状況は？奴らの最後の警備艇を片付けてるところよ。でも接近してくる CCS クラス艦隊の方が厄介よ。各艦隊は3隻の主力艦で構成されてるの。あと90秒で周りは敵だらけよ。そうか、戦闘態勢アルファを発令しろ。総員配置だ。全員に？全員だ。それから、ん？彼を起こす時が来たようだな。分かってるわ。全戦闘員につく各自戦闘配置につけ。第5小隊は11艦艦のエアロックへ。第14小隊防護壁チャーリーで第22戦術部隊と合流せよ。聞いたか、パーティーの時間だ。これは演習ではありません。繰り返します、演習ではありません。あの顎の割れたイカ野郎どもに、俺たちを敵に回すとどんな目に遭うかってことを思い知らせてやれ。弾がなくなるまで撃って撃って撃ちまくるんだ。手榴弾でぶっ飛ばしてやれ。お前ら分かったな。はい、来るぞ。いいだろう。さあ行くぞ、急げ。総員に次ぐ、コブナント接近中、戦闘準備開始。コブナントを間近で見たいとほざくお前ら半人前にはまたとないチャンスだ。どうでしょう。いいだろう、始めるぞ。レベルシステムオン。30秒で加熱分解します。出ましょう。防衛チームはアルタからシエラに向かいたいよ。こっちへ。まだ出すことは確保しろ。急げ。キース艦長。チーフ、会えて嬉しい。状況は芳しくない。彼女はよくやった。敵の数がない。敵は12隻もの上位艦よ。でも3隻は破壊したわ。いえ、4隻ね。眠れた？ああ、君の操縦の割には。ご挨拶ね。報告しろ。乗り込んでくる気よ。おそらく反物質弾を使ったのね。大変です、キャノン砲使用不能。最後の望みが絶たれたわ。仕方がない、コール条約発動、総員避難しろ。君もだ、コルタナ。時間がない、急ぐんだ。
艦長を船と運命を共にするつもり？そうだ。あの物体に上陸してみる。それは私の仕事だわ。艦長は脱出してください。君の行為には感謝する。私の一存ではない。戦場 AI の破壊や捕獲は絶対に容認できんのだよ。君には脱出してもらう。緊急着陸ゾーンをデータにセットし、その後で君自身の脱出準備をしてくれ。わかりました。チーフ、コルタナを連れ出し彼女を守って。彼女が捕らえられたら何もかも知られてしまう。軍の配備、新兵器、地球の全てを。了解した。オータムは艦長の着陸指示まで回避掃除を続けます。聞いてもらえるとは思いませんが、最終アプローチは私に任せてくれませんか？素晴らしい出来だ、オータム。準備はいいか？ええ、いいわ。幸運を祈る。あら、あなたの内部構造ってオータムのとそう変わらないのね。おかしな気を起こすなよ。これを持ってけ。弾薬は自分で見つけてくれ。彼があなたの助けを必要としているわ。Thank you.
ちらから船を放する準備をし、乗員の避難まで何とか持ちこたえます。脱出が始まったわ、急いで。ついにはブラスト通り閉まる。コブナントが脱出艇を破壊してるわ。あそこには来てほしくないのね。メンテナンス通路を使いましょう。ナビポイントを表示するわ。第9甲板から第12甲板の乗組員は脱出ステーションに集合。寝ているうちに捕まえたかったのか。相当なダメージをあとどのくらい耐えられるか予想できない。あれが最後の脱出艇よ。早く来て。ああ、なんてこった。さあ、飛び出すなら今よ。行け。了解。離脱成功。安全圏へ全速前進。まったくこんなところで死ぬのはごめんだ。見て、あれは一体何だ。わからない。とにかく着陸する。オータムがやられた。オータムが加速してる。艦長が自分で操縦してるんだわ。座ってた方がいいんじゃない。大丈夫。お祈りでもしなくちゃね。